こうか奥様の子供を寄せる形になっている、うん、この人はどういうことですか？でまあそうですね、あのまあ離婚してますんで、あんま揉めないようにっていうので、まあ一回あの奥さんに全部預けて、であの四人の子供にあのうまく分散できるようにと思って一回まあとりあえずは奥さんに渡すっていうような感じでまあ相談して決めました。それ奥さんと相談した。 あの成瀬さんと相談しますなんてい,うの <laughs> いやほ、うんまあ、ちょこっと触りだけ言ってありますけどんす、ね、<laughs> そうですねまあ一度ちょっとあの離婚してまあちょっとあのお金ですごい揉めたんでなんかあのその時なんていうんですかねルールも分からずにすごい結構お金取られたんでまあそれもあって <laughs>。 まあちゃんとこういうふうに残して、ちゃんと決めておきたいっていうか、そうですね、一,一番はまあ子どもたち4人が一番揉めないように、一番いい選択取れればなと思って相談しながら、ちょっと決めました。4人の子どもに、ほぼほぼ均等に 揉めるっていうことを一番避けたいのはそうですね、うん、でも会社そのものがあったら、うん、均等ってなかなか難しい、ね、なかなか難しいですそれもあって、まあ、奥さんに一回渡してで現金で、まあ、渡すみたいなイメージですねはいこれ奥さん見た時に大プレッシャーっていうかすごいど,どう思いますかそうですねまあそれであの一応大豆さんに「 あの管理しててもらうっていうっいかだから意外と金額何て言うんですかねあの奥さんがやるっていうよりは大地さんに結構やってもらうようなシステムになってるんで、まあ、そんなにプレッシャーじゃないかなと僕の中では思ってるんですけど、うん、ちゃんと一応現金でちゃんと払えるようにみたいなあの計画を持って一応作りましたんで <laughs> 特に大丈夫だと思ってます。はい やっぱり前才の子も今の子も可愛いですか。可愛いですね。やっぱりうん、まあ誰が一番可愛いとかそういうのでもないですけど、まあ特に前の二人はちょっと迷惑かけたんでやっぱりまああのちゃんと残してあげたいなとは思ってます。はい。今の定期的にお会いになってます。そうですね。まあ今ちょっと反抗期で高校ちょうど入学っていうかまあ試験が終わって。 あのラインでちゃんと報告しろって言われたけどまあ全然報告はない感じですねはい <laughs> 全然報告はない感じですまあこっちからアポイント取れば、うん、まあ友達優先なんでどうしてもあれですけどまあ半年に一度はちゃんと会うようにはしてますはい久しぶりに会うと全部変わってませんそうですね変わってますねまあ おねだりしかないいいでですすけど、はい、まあ日頃いいのない分をどこで億典するかすそうですねまあ今中3なんでまああと23年もしたらもう仲良くなれるかなと思ってますけどはいなんか将来的な話とか、はい、こういう仕事をしたいんだっていうことを子供と話したりしますか <laughs> うんとこまだあんまりですねうんただあの僕の会社だけはダメとは言ってありますけど もう継がせるとかもうややこしいんでも絶対そこはちょっと、まあ、じあの今の子供にももう絶対継がせたいとは思ってないんで継いだ時点でその子だけが何か得した形にななるかなんかそれもあるしまあちょっとまあ暴れる僕っぽくそうですねちょっともうさすがに難しいかなと思うんでできればお医者さんとか。 もう先生と呼ばれる仕事に本当はなってほしいですけどまあまあやりたいことやってもらえればなとは思ってますのでもうやるならどっかでやるかは自分で何か商売してもらうのか、まあ、うちの会社じゃなくやってもらいたいなっていうのが一番ですね。はい、よくオーナー社長で自分の子供に継がしたいっていうのが多いんですか、うんはい。も そこまでこう子供と分離したい理由はかかあるんですかいやでも、うん、一番はもうあのいいタイミングで売却したいのが一番で,で一応保険も55とかで切ってあるんで一応55、まあ、長くても60ぐらいで切ってあって、まあ、そこからはちょっと僕ちょっと若いうちに独立したんで早めにちょっと引退してちょっとゆっくりしたいっていうのもあって <laughs> まあその時継がせるともうずっとそこに意識がいくんで。 できれば一回切り離して、まあゆっくりしたいなっていうのが一番です。はい、まあ僕いないとなかなかちょっと難しい会社なんで今のところはですけど、<laughs> なんでまああのまあ一年ぐらいかけて、まああの会社を締める方向であのやってもらいたいなとは思ってて。 まあでも従業員にはすごい感謝してるんで <laughs> まあちょっと遺言書とかには書けないんですけどまああの年収分ぐらいあの退職金を渡して一回しあの締める方向で,であの従業員はその1年の間にあのどっか違うところを探してもらえれば <laughs> まああのどんどん目減りするよりはまあそっちの方がいいのかなとは僕は思ってます。さすがにもう,うちの さんじゃちょっと仕事はできないと思いますの、ね、で今回あの一番のメインというか大切にしたかったことは揉めないことだっ、ね、そうですねはい、うん、あの会社をそういう形でクローズするとか、うん、まあ,あの現金化するというに一番引っかかったこととか大変だったことって何ですかやっぱりちょっと従業員ですかねまあ正直 ね、年齢上の人はやっぱり最終,最終職もちょっと難しいだろうしただまあ続けてて潰すのもちょっとあれだしちょっとそこら辺はちょっと一番難しいですけどまあ一番はちゃんと僕が65歳まで生きることだなと思ってますけど <laughs> うんそうですね従業員のこととまああのお金のことは多分よっぽど結構な保険入ってるし <laughs> 突然のことであればよ で会ってもまあ大丈夫かなと思うんですけどやっぱりこの厳しいアパレルの中でずっとやっぱり何て言うんですかね継続してやっていくってことは本当かなりちょっと大変だと思うんでまあそこら辺は <coughs>、まあ、従業員がまあうまくフェードアウトって言ったらあれですけどまあ今後幸せになってもらえるようにどういうふうにしたらいいのかなっていうのはすごい考えたところですね。はい